ろくでもないですね。日本で。で、ろくでもないね。この国民を救わなきゃいけない。バカバカしいったらあれしないんですけどね。こいつら感謝も何もしないですから。<laughs> まあ、それでもね。それでも、己のね、立てた信念信じてですね。突き進むしかないんですけれどもね。まあ、若い人たちにね、こう、気概をまず教えること。これを目標にね、えー、やります。で、詳しいことはですね、応援する会のサイト。それからですね、 えー、まあ、ドロンパの一人ごとをね、見ていただきたいんですけど、応援する会のサイトから申し込みできますから。ドロンパの一人ごとの方は、あくまでもあの、紹介だけですね。まあ、その応援する会の方からですね、皆さんも申し込みをされてください。で、えー、ドロンパの一人ごとの方にも書いてますけれども、応用感に向けてということで、ちょっとだけね、えー、読ませていただこうかなと。まあ、短い文章ですけどね。えー、現在の世状を振り返れば、悪性がはびこり、庶民は今日一日を暮らすのさえ困窮するありさま。 にもかかわらず、政治家は庶民の暮らしなどそっちのけで裏金作りという名の脱税を繰り返し、国の未来のためにと歌いながら現在の国民を苦しめるだけの増税を繰り返すのみ。さらに我が国政治は、日本に敵意を剥き出しにする外国人に対して厳しく対応するどころか、より一層の優遇政策を取り続け、国民は外国人犯罪に対して泣き寝入りするしかありません。このような世情の中、 20年前に産声を上げたのが行動する保守運動でした。桜井誠自身もこの運動を始めるまではここまで祖国が腐りきっているとは思わず、まさに寒寒の至りです。そこから20年の運動は少なからず我が国の情勢に影響を与えたと自負するものですが、それでも状況は悪くなる一方です。今、我が国において、 我が国の将来を本気で憂れる若者たちがどれほどいるでしょうか我が国の指針を示せた大人がどれほどいるでしょうか ?20 年の月日の中で障害を負って第一線に立つことができなくなったことは周知の通りです。しかしそうであっても何かができるはずと考え、桜井誠最後の仕事として応用館を開校することにいたしました。この応用館では本当に短い期間になりますが、日本全国から希望者を募って、この運動で最も大切な 日本人としての気概を教えていければと考えています。20年の運動を締めくくる応用館に多くの若年層が応募してくれることを願っています。また、応用館を支えてくれる皆様にも改めて御礼申し上げます。皆様からのご支援は応用館の運営などに使わせていただきます。厳しい経済状況の中で支援を求めるのは大変心苦しい限りですが、何卒よろしくお願いいたしますということで、 支援先もね、一応これドロンパの一人ごとに乗っけております。支援先は、楽天銀行ビート支店210。ロ口座番号が1957341ですね。1957341ということで、まあ、こちらね、詳しいその口座番号とか見たかったらですね、ドロンパの一人ごとをですね、見ていただければと思います。で、正式なですね、まあ、ここからは10代から30代の皆さんは、桜井誠を応援する会に行っていただいて、 そこでですね、申し込み申請。まあ、こちらにですね、従って送っていただければと思います。で、申し込みの締め切りは9月末日です。9月末日に締め切りを行いまして、で、えー、締め切るとですね、応用感のですね、申し込み申請が1回切れますのでね。まあ、今回は、第1期生と第2期生の募集になります。で、第1期生が11月の中旬から11月、あの、末日まで。 で、第2期生が12月の中旬から12月の末日までとなっておりますのでえ、まあ2週間ですね。2週間の中でね、まあこれね、前にも言いましたけどね、気概を取り戻すっていうのはですね、気概を取り戻すっていうのはもう人それぞれなんですよ。人それぞれで、なんていうの、こう、きっかけっていうのはね、もう一言では言い表せないわけですよね。うん、例えばそのね、 あの、生活していく中で、徐々にこう、日本政府のね、矛盾に気がついた。歴史教育のおかしさに気がついた。あるいはこの国をね、なんとかこう、救わなきゃいけないと思った。もう人それぞれなんですよ。だから、これが、気害を持つですね、一番大切なものだっていうのはないんですよ。よく教育がとか言うけれども、んなこと言ったって無駄なんですね。全てにおいて人それぞれ違うんでね。だからまあ、この一週間でね、多少なりともですね、やってくれればとは思ってるんですよね。 あの、やっぱり桜井先生のところね、あの、ポンタ先生が一番ですから、もうあの、今度ね、応用館に来る人もね、よく覚えておいてくださいね。うちはですね、ポンタ第一主義でやってますのでね。もう、ポンタ先生が何よりも一番大切ですのでね。もう、わがままいっぱいに育っちゃってね、もう、で、あの、人が寝てる、ね、ベッドで横になってるのにカリッカリカリッカリやるしですね。 もうね、寝られやせんという感じですけれどもね、うん。まあ今日はですね、応援する会の方で始まったですね、応用感のね、申し込み。 ま、これはですね、詳しい内容については、桜井誠を応援する会でご覧いただきたいと思います。で、今ここに来てるね、大半の40代以上の皆さんは、ドロンパの一人ごとを見てください。ドロンパの一人ごとを見ていただければ、そちらの方にね、支援先が載っておりますので、まあ、今後ね、個人的に支援したいっていう人は、そっちの方にね、振り込んでいただければと思います。で、そのお金を使ってね、まあ、食事代とかですね、食費とかそういったのを出そうかなと思っておりますので、